さあ続いては、はい、介護福祉士コースということで、うん、はい、介護に携わる皆さんですよね。介護士を目指している方、目指してらっしゃる方々ということで、はい、授業行っていきたいと思います。はい、行きましょう。人数多いです、ね、人数ちょっと多めだと思います。へえー、すみません、ね、お、入ってきましょう。結構、あ、こっちか。こんにちは。こんにちは。あ、たくさんいる。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちなみにですね、うん、我々天才ピアニストのことを、はい、知ってる、見たことあるっていう方どれぐらいいてますか。あ、少数生で、ありがとうございます。ありがとうございます。あの質問とかをね、皆さんから聞いてたと思うんですけど、そうそう、うんうん、ちょっと一覧表見せてもらったら、そうね、なんでピアノ始めたんですか。そう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 、マジピアニストと思ってくださってる方がね、どうやら今プロのピアニストが来てると思ってる方複数いてますよね。ねえ、ごめんなさいね、ピアノ全く弾けません。すいません、謝らせていただきます、ね、すいません、本当すいません。天才ピアニストっていうのは、はい、あの、まあ、芸名というか、そうそうそう、コンビ名みたいなことで、うんうん、全く関係ないんです。そうなんです、はい、ごめんなさい。で、私は奈良県の病院で看護師やってたんですけど、うん、まあ、脳神経外科と、脳神経外科6年、うん、で、8年かで、消化器外科2年ぐらいいてたんですけど、実際にこう病院を辞めてアルバイトで、芸人になってからアルバイトで看護師として働いてた時は介護施設とかデイサービス、うん、多分皆さんとかも就職先で、特別養護老人施設であったりとかデイサービスのセンターとかで働くことがあると思うんですけど、そういったところでも看護師さんって必ず常駐で一人いてないといけないっていうこととかあるじゃないですか、うん、その看護師をやってたこととかも一応ちょっとだけあります、うんうん、さあそれではですね、はい、実際私たちが普段、うん、看護師あるあるっていうのを YouTube チャンネルで上げてまして、はい、ちょっと実際やってみたいと思います。見ていただいてもよろしいでしょうか。いいですか。 ありがとう、あ、すいません。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、話の長い入院患者さんをうまく切り上げるベテランナース、お願いします。ちょっとスピッパ抜けそう。コンコンコン、失礼します。あ、はい、あ、竹内さんおかわりないですか。あ、そうですね、はい、はい、失礼します、はい、あの、あれなんですよ、はいはい、私あの膝手術したじゃないですか、はい、あのバスケ部なんですけど、うんうんうん、もう早く治さないと結構試合近いんですよね。はい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 、っていうのもうちのチームが、うん、あの人数少ないんですよ、チームが、はい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 、だからもう私が早く戻らないと、うん、もう試合ができないみたいな感じになってて、うんうんうん、もうチームのみんなが待ってるんですよ。はい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 、うん、そうかそうかそうか、そうなんですよ、うんうんうん、あ、ほんでね、竹内さん、はい、また来ますね。はい、ありがとうございます、ね、まあ、このね、魔法の言葉また来ますねなんですけど、はい、これはあくまでも看護師あるあるで、うん、なんかまああるよねっていうことやけど、これ実際にコミュニケーションとして患者さんとか利用者さんに対してどうなんかって言ったら、いい、別にお手本ではないです、はい、ただこういうの実際にあるよねっていうやつ、うん、忙しすぎてね、はいはい、もう一個いきますか。もう一個いきましょう、はい、じゃあとにかく頭を打ってないか確認しまくる看護師。大丈夫ですか？受けたんですか？大丈夫？はい、大丈夫。頭打ってないです。肘打ちました。頭から打ってない？頭打ってないですけど、肘打ちました。頭打ってないね。血出てない頭。頭、はい。頭痛ない？頭は大丈夫です。はい、頭打ってないから、はい、OK。肘打ちました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。まあ、こういう感じのね、短い動画をいっぱい上げてるという感じでございます。ね、はい、よかったら YouTube 見てください。ね、よろしくお願い。チャンネル登録よろしくお願いします。ね、告知もうまくいったところで。はい。はい、今日はですね、皆さん介護職目指してるということで、うん、やっぱり、まあ、大事なことっていっぱいあると思うんですけど、患者さん、利用者さんとのコミュニケーションってやっぱ一番難しいところやし、大事なところであると思うんですけど、うん、ちょっとざっくり一旦皆さんにとってコミュニケーションで大事なこと、はい、コミュニケーションにおいて大切にしていることをちょっと皆さんに考えてもらって、はい、それをちょっと何人かの皆さんに聞いて、うん、ちょっとお話ししていきたいなと思っております。自分なりにでいいので、大事にしていることを今から3分間ぐらいで思いつくことたくさんちょっとノートに書き上げてみてください、はい、まだ実習とか行ったことない人とかは、うんうん、自分の身近なおじいさん、うん、おばあさんであったりとか、うん、近所の方であったりとかでもいいので、お話しするとき、コミュニケーションを取るときに大事だな、こうすることによってスムーズに相手のことを知ることができるなとか、うん、思いつく限りでいいので、
ではちょっと皆さんにコミュニケーションで自分なりに大事にしていると思うことをちょっと聞いていこうかなと思いますので、うん、1個お願いしていいですか。利用者さんの話をしっかり聞くことで、話をしっかり聞くこと、はい、はい、相手の立場になって関わること、相手の立場になって関わること、うん、めちゃくちゃ大事ですね。利用者のペースに合わせて話す、ペースに合わせて話す、はい、目線を合わせて話す、目線を合わせて話す、素晴らしい、みんな違うのがね、はい、これ相手の話を否定しない、お、素晴らしい、素晴らしい、表情に気をつける、表情に気をつける、はい、立場をわきまえる、立場をわきまえる、ほー、なるほど。ちなみに立場をわきまえるっていうのはどういう、例えばことかな、利用者の方はほとんど年寄りの方とか目上の方なので、そのどういいんですかね、なるほど、あ、うん、なるほど、目上の方として丁寧な言葉遣いであったりとか対応するってことかな、尊敬の念を持ってみたいな、利用者の方に寄り添いながら話す、うん、なるほど、寄り添いながら、寄り添い、利用者さんに寄り添いながら、寄り添って話す、寄り添って話す、うん、大きい声で話すのと、大きい声で話す、間違いない、間違いないです、間違いないです、私にとっては信頼関係作ることも大事だと思います。あ、素晴らしい、信頼関係を作ること、ありがとうございます。やっぱりこの話をしっかり聞くっていうのは、うん、一番大事で、さっき看護師あるあるでやったみたいな、はい、どうしても介護士さんとか看護師さんって時間ないし忙しいし、やらなければならない仕事たくさんあるから、患者さん利用者さんの話聞きたくてもこう流してしまったりとか、うん、どうしてもこう適当になっちゃったりすることってあるんですけど、もうここ話をしっかり聞くっていうのを一番大事にしっかりやっといたら、患者さんとの信頼関係も生まれて、うん、うん、例えばね、その私介護施設にアルバイト行ってた時に思ったんですけど、認知症のある患者さんで徘徊する方っていらっしゃるじゃないですか。でも患者さん利用者さんにとっては何か理由があるから、思いがあるからそういう行動に出てることってすごく多いんですよね、うん、できる限り時間を取ってその患者さん利用者さんに、なんで今ここを出ていきたいのか、でその方が住んでるお家であったりとか、うん、家族背景であったりとか、いろんなその方の思いを聞くことで、その方も今出ていきたい、ここを出て飛び出していきたいっていう思いがスッと収まったりとか、ほんまに患者さんの立場になって話をしっかり聞くっていうのはほんまに一番大事なことなのかなと。で、まあ、表情とかもそうですね、喋ることにあたって、うん、で、ちょっと今皆さんからもらったやつでは出てこなかったんですけど、私が大事かなと思うのは、多分これ授業で習ったかもしれませんが、うん、患者さん利用者さんとおしゃべりお話しするときにこう開かれた質問とかっていうのは習いました。例えば、痛みますか、傷口痛みますかって聞いたりとか、そういう感じで聞いてしまうことって多いんですよね。だから患者さん利用者さんは、はいとか、いいえ、痛くないです、痛いです、でしか答え返してくれなくて、そこからもうお話って広がらないんですよ。あ、そうか、痛いんか、じゃあそれがどこがどのようにいつから痛いのかっていうのは一切情報を収集することができずに、その場のコミュニケーションって終わっちゃうから、患者さんとか利用者さんに喋らせてあげるというか、自分からこの発する言葉を受け取っていくっていうのはすごい大事かなと思います。あとめちゃくちゃ多分実習とか行き出したら、実習担当の先生とか現場の方にも言われると思うんですけど、個別性を生かしたコミュニケーションっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、まあご高齢の70代80代ぐらいの方がもともとすごくゴルフが好きで、それはコミュニケーションの中で開かれた質問によって、いろいろこんな趣味あった、昔はこういうスポーツしてたとか、こういう遊びをしてたみたいな話をコミュニケーションの中から情報収集で得て、あ、ゴルフが好きなんだ、でその方は肺疾患、まあ、例えば肺がんであったりとか肺の疾患とかを持ってて、タバコをやめないといけない、でもどうしても吸ってしまうとかっていう方っていらっしゃると思うんですよ。そういう方に対して個別性を活かせてないコミュニケーションやったら、誰々さん、タバコやめましょうね、体に良くないからタバコやめましょうね、
でこれって誰でも言えるし、患者さんのことを分かってなくても疾患のことだけを見てたら言えることやけど、もう個別性をしっかり患者さんから汲み取ってコミュニケーションが良好に取れてたら、誰々さんはタバコを今ずっと何十年も吸ってたけど、これから10年先20年先もゴルフを楽しめるようにタバコをちょっとずつ減らしてやめていきませんかっていう風なコミュニケーション、個別性を生かしたコミュニケーションすることによって、患者さんとか利用者さんも、あ、なるほどな、自分はゴルフを生きがいにしてたし趣味でやってるからこれをずっとやっていきたいなっていう思いっていうのは、やっぱりそのしっかり受け取る側も響くと思うので、なんかそういう感じのコミュニケーションを取るのはすごいいいことかなと思いますので、はい、個別性を生かしたコミュニケーションというのはそういうことかなと思います。あと患者さんとか利用者さんだけじゃなくて、多分働く場所によっていろいろあると思うんですけど、そこの施設に働いている看護師であったり医師で、利用者さんの家族とか、あと病院とかデイとかやったらリハビリの方、理学療法士さん、作業療法士さん、言語聴覚士さんで、栄養士さん、薬剤師さんとか、コメディカルっていうんですけど、コメディカルの方と連携を取ってその1個の看護計画であったり介護の計画であったりとかを立てて、この人にとってどういう計画を立てると早く良くなってお家に帰れるかみたいな計画を立てたりすることもあるんですけど、意外と自分が患者さん、利用者さんと関わる時間よりもリハビリの先生の方が意外といいコミュニケーションできてたりとか、栄養士さんやからこういうこと喋れるんだみたいな利用者さんって結構いらっしゃるので、そういうコメディカルの方とかとも積極的にコミュニケーションとか、そのチームワークでお話しすることによって、より良い個別性を持ったコミュニケーションであったり介護を提供できるかなと思うので、もう患者さん利用者さんだけじゃなくて周りのチームメンバーであったりご家族さんとのコミュニケーションも大事にしていってほしいかなと思います。はい、利用者さんとか患者さんに寄り添った個別性を生かした看護とか介護とかって口で言うの簡単ですけど、患者さんに寄り添って、いい関係性を築けるような介護士さんになってください。素敵な介護士さんになってください。応援しております。今日はありがとうございました。